はじめまして、こんばんは、橋本です。今回はね、これっていうことで丸オクラですね。4月の6日に、ね、種まきをして13日にね、芽が出てきました。ちょうどね、今日芽が出てきたところ、というか、まあこういうね、もやしの状態ではずっとあったんだけれど、しっかりとね、葉っぱが見えてきたのはまあ今日ぐらいかなという感じです。で、今回はまあ水やりとかはね、必要なさそうなので、ちょっとこの辺の殻を割ってあげようかな。割れるかな、結構殻が硬いんだよね。とか、殻を割ってから植えるっていう人もいるよね。むずくね、それ。そうそう簡単に割れるようなもんではないと思う。なのでちょっとね、水をかけてふやかしといてあげよう。全然水吸わないんだが、まあとりあえずね、芽が出ましたっていうところですね。これでね、1回にしちゃうとあれなんで、またね、しばらく育つまでスキップ。丸オクラの苗がね、どうなったのかっていうのをね、見せていこうかなと思います。ちょっと徒長気味なのかなという気はしますが、種まきから1ヶ月と10日ぐらいかな、経ってるかな。でちょっとね、葉っぱが黄色くなっちゃってるとこがあるので、もうちょっと早めにね、大きい火とかしてあげた方が良かったかもしれない。液をね、定期的にかけてたんだけど、最近ね、雨が増えてきちゃって肥料をちゃんとあげれなくなってきてるので、こういう時はね、固形肥料使っちゃった方がいいかなと思います。でアリがたかってますが、まあアリはいいかな。アリはそんなにひどい食害を起こしたりとかはしないかな。で出てきた本数だけど、この一株は1本しか出てないですね。見える？1本しか出てない。あとは3本ずつ出てるのかな。なんでここだけ1本しか出なかったのかわかんないんだけど、で今回はね、後日性種子っていうのをね、無視していきなりね、種まきをしちゃったので、結構ね、発芽悪いかなと思ったんですが、ここね、一箇所だけなぜか偏って、ここだけ1本しか出なくて、あとは3本ずつ出ちゃってますね。ただし、発芽までにすごく時間がかかっています。なのでやっぱりね、殻がね、硬い種子っていうのはしばらくね、瓶の中か何かで水にドボンとつけておいて、毎日水を変えるか、それがめんどくさい人はね、スポンジだとかキッチンペーパーだとかを湿らせて、その上に種を置いておくっていうことをね、やって、根が出るのをね、根か芽どっちかだと思うんだけど、がね、出るのを待ってから植えた方がね、手軽なのかなっていう気はしますね。でオクラなんですけど、これはね、もともと1本しか生えてないのでいいんですが、こっちみたいに3本生えちゃってるよっていう時、どうしたらいいのかっていうと、これを分けて苗3つには絶対にしないでください。オクラっていうのは根っこを触られるのをすごくすごく嫌う植物です。なのでこういったね、3つ生えてるよとかっていうものは、根っこをね、崩して3つに分けるっていうのではなくて、ちょっともったいない気はしますが、地際でね、2本バツンバツンと切ることによって間引きをして、で植え付けるという形になります。分けちゃうとね、全部枯れちゃったりするので、もうそれだとね、元も子もないんで、その辺だけね、気をつけてもらえればいいかなと思います。もちろんね、買ってきた苗でも一緒です。でこのオクラもそろそろ、まあ多分植えちゃうので、そろそろ動画には出てこなくなっちゃうかなっていう気はします。まあ野菜なのでね、収穫物とかは出てくるかもしれないんですが、外でね、撮影ができないので、そろそろね、これも見納めかなと思います。でこの辺とか若干食害出ちゃってる、食害なのか何かに当たったのかわからないけれど、なんか食害っていうよりは、なんかにぶつかって穴が開いたような、そんな感じではあるかな。ということでね、今回はオクラ、丸オクラのね、苗がね、どれぐらい育ったよっていうね、お話でした。もうね、種まきを今からっていうと間に合わないかもしれないんですけれど、苗とか売ってると思いますんでね、オクラ育てたいって思った方はね、ホームセンターとか種苗店とか
行ってみるとね、苗はまだ売ってるんじゃないかなと思います。ということでね、今日はここまでにしようかなと思います。この動画面白かった、また見たいとかね、オクラ育ててみたいって思った方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もねポチッとしていってください。 Twitter、インスタもね始めてますので、もしよろしければねフォローの方もよろしくお願いします。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。